城門とは、城郭城壁の門を言う。鬼の城西門古代、編集復元された、須作門古代には、中国の都の情勢に習い、平城系、平安系といった都市には、城門が建設されていた。それが、羅城門である。羅城とは、外郭のことを言うが、古代都市の羅城門は大陸に見られるような、長大な城壁に備え付けられたものではなく、 むしろ門だけが孤立しており、両翼に数十メートル程度の築地米が接続しているに、過ぎなかったと考えられている。これは移民族侵入が少ない日本特有のものであり、ラジオ門自体に都市防衛拠点としての意味はなかったと考えられている。中世、近世、編集江戸城の大手門立領制崩壊に従い、古代都の城が姿を消していき、新たに、 軍事拠点として中世や城が姿を表す。日本の城郭は大陸に見られるような、高さ数十メートルに及ぶような城壁は持たず、高さ数メートルほどの土塁や石垣に築地塀や土塀をかけただけであったので、城門についても中国の亀城や西洋の門頭のような石像の堅固な設備を備えてはいなかった。一方で山がちな地形や、 自然の河川に配慮した自撮りを行い、堀や車の配置を複雑にすることで、城郭全体の防御力を高める方策を取った。その出入り口は、小口と呼ばれた。ここを、小口とも書き、その名通り出入り口を狭めたり、入り組ませることで、寄せ手の侵入を阻むものであった。城門は城内に、いくつも建てられたが、それは単に車と車を隔てるだけの役割ではなく、 寄せ手が直進できないように、場合によっては、迷路のように配置をすることで、四角、本丸へたどり着くことを困難にし、城郭の軍事的な価値を左右する意味を持っていた。防備厳重な門を備えた、城郭の正面口である大手国王の門を特に、大手門、追手門と言い,い、その裏口にあたる、絡め手口の門を、絡め手門といった。また、巨大な大門になるとの番所や横に、 脇門や脇戸と呼ばれる門が設けられたり、門扉にくぐり戸が設けられることもある。明治維新に至るまで、城門の構造に変化は現れず、幕末に両方式城閣や近代軍政が導入されるに至り、日本独自の城門はその歴史に幕を下ろした。城閣の表門であった大手門の後は現在でも、地名にその名を残すところが多く見られる。 薬井門、大滝城、高麗門、金沢城、松形門、大阪城、中世以降の城における城門は、鏡柱、歌舞伎、控え柱、扉を組んだもので、これは、上部の構造や細部を除けば近世城郭の城門でも、同じように作られた。戦国期には、それまで、中世の城郭に見られた簡易な掘立建物であった、ものが、礎石の上に、高級的に建てられるようになる。 また重要とされる門の扉も、板や山を幾重に貼り付けて分厚く、さらにその上に金属の板を貼るなど頑丈に作られた。歌舞伎門鏡柱に歌舞伎を渡しただけの簡素な門。防御としては実用的でなかったため主に仕切りとして用いられた。薬衣門橋柱と後方の控え柱で大きな屋根を支える。寺の三門にもよく見られる形式。高来門。 文読、慶長の役の後、現れた門。屋根が小さく、控え柱にも個別に屋根がある。櫓門上部に櫓を乗せた門。二階門という。元は、一辺認エデンに描かれた門のように、門の上に板で囲った台と櫓を乗せたものであったと、考えられている。増ス型門名古屋城や徳川大阪城に見られるような、 高来門と櫓門などを組み合わせ防御力を高めた門。北京西洋門古代中国では、都の情勢が発達し、東西南北の城壁に城門が設けられていた。2008年には、元代の長安、自家城門の発掘調査が行われ、王道を突き固めた半築工法によって作られた、長さ20メートル、幅32メートルの城門であったことが分かった。 長江の西京府にある通り、長安城には東西南北に三門ずつ設けられ、それぞれの門が三つの門堂を持ち、計36の門堂があった。門堂は幅約8メートルで、当時の社服四台分に相当していた。門堂の両脇には木製の門柱が建てられ、梁を組んで上部の半築と門楼を支えていたという。東大長安城の工場へと続いていた含む、 高門の遺跡では、長さ37メートル、幅19メートル、高さ8メートルの半築構造であったことが判明している。半築は、城壁、城門だけでなく建物の土台や土塀などに古くから使われていたが、表面を線や土線、石材で覆う工法も管内には一般化しており、秋夜に入りレンガの生産量が増加すると、城門や城壁に広く利用された。 半築をレンガや石材で覆う工法は中国の支配領域が南方のタウー効な地域にまで広がったことと関係があるという見方もある。秋代の西安城壁は規模こそ東大の9分の1となったが高さは12メートル、厚みは20メートル近くで全体が石とレンガで覆われている。城門は半円形の小車である亀城を備え、結露、野郎。 正牢からなる三重の門童を設け、門童はアーチ広法によるトンネルとなっている。城門は都市城壁の旧所であり、一方の寄せ手は波状土や工場枕などを使って門童や城門を攻撃した。近代に至り中国が新朝の支配に入ってからも城壁と城門の重要性は引き継がれ、北京城では外城七門、内城九門、 工場には4門が設けられた。内情の正門である、西洋門は皇帝専用の城門としてその異様を誇り、工場には天安門、チアス、門、東安門、西安門の4門が設けられたが現存しているのは天安門だけである。アウレリアヌス城壁の城門ダールキラーのラホール門古代オリエントでは民族の攻防が激しく、都市防備の目的で、 日干しレンガなどによる城壁が盛んに作られた。城門はこれらの都市城壁に設けられたので、市門とも呼ばれる。筆イトの王とハット社は周囲約6キロメートルの城壁に囲まれ、東南には王の門、南にはスフィンクス門、西南には獅子の門といったアーチ門が設けられていた。門皮は頑丈な木製であったと推定される。 古代オリエントの諮門には獅子やスフィンクスなど王城を守護する目的で聖獣の彫像が置かれることが多く、実利に偏った中国の城門とは対照的であった。古代ローマでは都市国家時代から全長8キロメートルの城壁が7つの丘を囲み、周辺の諸都市、他民族からの侵略に備えていた。低世期に入るとアウレリアの住角の城壁に見られるような石組み、 レンガ作りのアーチ門が発達した。これらは現在でもその遺構を目にすることができる。その後、縄文には塔が増築されるなどして、頑強なものとなっている。ローマ都市の影響を受けた西ヨーロッパ社会では、引き続いて、ローマ時代の城壁や縄文が使われた。10世紀以降、封建制の発展に伴って、中小規模の封建領主が各自自らの館として、 城塞を建て始めるが、こういった城塞の門も、また、都市城壁の城門に習ったものであった。西欧には、諸侯同士の戦争だけでなく、イスラム教徒侵入の恐れが常時内在しており、都市の城門はより一層壁を厚く、高くしていった。城門は石、レンガを積み重ねてできており、開口部はアーチ門の構造を取ることが多かった。門に付属して、 円筒形の塔が構築され、縄文への寄せ手に弓や火器による攻撃を行った。門扉の他に、鉄製や木製のポートカリスと呼ばれる落とし合し、門外には堀がうがたれ、跳ね橋などによって外部からの侵入を退けやすくした。縄文の外側に二重の縄文が作られることもあり、こういった城外の小車や門楼を、バービカンという。これらの剣道な縄文を破るために、 波状土、工場等などが活用されたが、中世が終わり、近代社会の到来に伴って、家宝は大きく発達を遂げ、封建諸侯の時代は終わり、政治的には、絶対主義、軍事的には、星型要塞など近代城郭が、西欧社会に現れることとなる。ありがとうございます。